クラゲのですね、魅力的であるところをもっと最大限に引き出そうというところで、一つはクラゲパノラマ水槽ですね。横幅約14メートルもあって、少し湾曲していることによって水槽の前に行くと、まるで、暗いですね、海の中で、クラゲの群れに中を、いるような水中感というのを体感していただけて、